ちぎる藤原さんに合格ずくめはい、ということで、はい、藤原さんというYouTuber の方かな、ライバーの方なのかな、うん、がいらっしゃいまして、はい、もうスパチャに対してめちゃくちゃキレて突っ込んで返してくると、はい、いうことで、まあ、僕たちはスパチャでボケを送ります、うん、向こうが多分キレながら突っ込んでくれるんですけども、はい、その突っ込みを何て言うかを当てるという、はい、また新たなこう高校突っ込みというか、はい、全くこう分からない中での高校突っ込みやっていこうという感じ、はい、でこれなんで3人なの、ん、何がなんか3回やんの2000円みたいな、どういういやもう8000は高ない藤原さんに多分あれしかもな2440円4回やってこれもう1万円だな、うん、俺無料になるかなんでだよいけるわけだよな無料はみんな欲しいポジションやね、うん、あそうなん、うん、で、スパチャをやっていくんですけども、はい、そのスパチャの金額が、うん、2420円ぐらい、うん、じゃないとコメントを読んでもらえないということで、はい、その金額を払っていただくんですけども、はい、まあ、ちょっとうちはお金ないじゃないですかと、ね、いうことで、3人だけじゃんけん負けた人が自腹で払っていただいて、うん、で、ボケを読んでいただくいい形で、まあいい商売してるやんすごいよな、むっちゃ儲かってはんねやろな、ほんまにな、えぐいらしいな、スパチャ世界ランキング出てるやろとかでもらってる額やから、入ってる入ってる、トップ2とか、ほんま、だからもう額がもうすごいらしいですよ、もしかしたら見てるかもしれんからな、確かに、あ、そっか、自分の動画やって、あ、よろしくお願いします、え、大好きです、ほんとになんか下手やなぁ下手やなぁということで、ね、フットワークが軽いで有名なんですよ、あら、だからどこまででも飛んでいきます何かあれば、はい、本当にコラボとかほんましたいっす、僕芸人としてもね、一応後輩にもなってくる、あ、ほんまや、芸人歴で言えば全然先輩になるんだ、はい、ということで早速じゃあ、3人を決めていきましょうか、はい、はい、じゃあ笑う角にいきますよ、はい、せーの、笑う角には福来たね、だから Google 側もすごいよな、だって半分ぐらい持っていってるわけやんか、持っていけるな、あーすげえ、だからもう、うわムカつく腹立つよなー、あーマジで、じゃあ早速、うん、払わないでいい人を決めていきましょうか、はい、一人だけ、えい、トランプとか欲しいなマジでほんまに嫌やもんな、最初はジャケン、おいうわーよっしゃ、おらーでかい、うわボケのため気持ちいい、やっぱめっちゃ気持ちいい、ストレートが一番気持ちいい、酒と一緒やで、コンビニでなんか買おう後で得した気分やわ、はい、ライブが始まるまであともうかな、もうやばいです、もうそろそろ始まるので、はいはいはい、ささっとボケとツッコミを考えてもらって、はいはい、行こうと思います、じゃあ行きます、せーの、チャイプレイ、宇治原さんってさ、うん、誰も傷つけへんけつけへんな、あ割とシンプルやんな、シンプルやん、うん、その、はいはいはい、その多分簡単っちゃ簡単だから、そう当てやすいと、なるほどね、ツッコミ当てたらただとかないやーちょっとあれやな、そのあれもよかったよな、いいよな、ツッコミ当てたらリック払いに、なんでやねんなんでやねん、これ一言一句やからな、で俺から行こうかボケ、おう、トップバッタークリス、芸人やもんなあの人もな、うん、やっぱり本垢で多分するやん、服着たるで、うん、そうやな、はいはいはい、面白いと思ってもらいたいよな、もちろんな、確かに、うん、3回も行くんやったら覚えてもらえるやろうし、うん、うわむずスパチャボケむずしかももう数々のスパチャボケを、うんうん、いや嫌になるほどや、うん、さばいてきてるわけやからな、うん、おって思わすのってもう相当やと思うで、いや、うん、届かねえ届かねえこれ、うん、面白いボケ言いた突っ込まれへんぐらい笑ってしまう、うわぁ気持ちいい、あの背景の後ろにおる人も、うん、あの笑う大体ツッコミでしか出えへんけど、うん、配信ありがとうございます、うん、ところで芝居ていいですかとか言ったらさ、うん、いいわけねえだろ絶対言うと思う、絶対言うと思う、言う言う、絶対めっちゃおもろいボケ、いやマジで出ん痛いただただなんで頭の上にフランスパン乗せてるのうわ、いったいったフランスパン乗せてねえわ
あ、俺もうじゃあ出た。おう、ボケ出ました。はい、まずまあ一発目なんで挨拶しますと。はいはい、うん、初めまして、初見です。うん、この間街中で見かけたんですけども、うん、宇治原さんって身長2メートルもあるんですね。なるほど。はい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 、ちょっと痛いな。痛いんかい。まあな。ツッコミはこれをだから4人で予想するっていう感じなの。ああそうなんや。あ、なるほど。そうそう、これに対して4人で、はいはい、超えてねえわ。1m68 だ。まあまあまあそうや。分かれん、自分の身長を言う。自分の身長を言う。自分の身長丸々丸々。うん、だわだわ、はいはい、出てけお前。おい。ここまでです、僕の。おいまで、出てけおいまでの一度の一句でいきます。出てけのめっちゃ出ていかせるやん。俺は、うん、2メートル知らねえだろするわ。あー、いや、もっとな、まとえてると思う。マジ、うんうん、そう、俺じゃねえな。うわ、いいよお前、うんうん、いいの後はもう続かへん、ツッコミ。な、うん、人違いだろこの野郎、出ていけや。寝かすやな。じゃあ俺はどう見てもそんなねえだろ、出ていけや。出て行かせる。おいクソが。言うかよ。やめるわ、もう口悪すぎや。やってんのかな。やってないとかあんの。これで。あ、やってるわ。よかった。544人。おお。これは拾ってくれそうや。いけるいける。あ、突っ込んでらっしゃいますね。いいですね。いいですね。今日も切れてらっしゃいますね。じゃあ行かしていただきます。はい、2440円。はい。はじめまして、初見です。はい。よし、じゃあこれで送信お願いします。はい。来い来い。完了しました。完了しました。これ送れられますね。これでいけるか。あ、来ました。送られた。これちょっと時差があるから。あ、うん、あ、送りました。よっしゃ、よっしゃ。僕たちは送られてます。ちょ、見といた方がいいな、俺ら。うん、この辺で聞こえるやろ。福来たるさん、2020。はじめまして、初見です。この間街中で宇治原さん見かけたんですが、身長2メートル超えてらしたんです。なんでそんな嘘つきたいの。うわぁ。続いて、うわー、なんか言ってたよ。戻る、戻る。なんでそんな嘘つきたいの。うん、はい、動機のわかんない嘘一番怖えよ。うわー、すげー。うわー、すげー。なるほど、宇治原さん。なるほどな。しっかりつくとね。うん、半端じゃなかったな。そやな、俺の2000年か。3秒3秒全然笑ってなかったね。何の印象も残せてない。これはまあむずいな。嘘とかは誰も言ってなかったもんな。言ってないわ。俺らほど単純じゃないな。舐めてた、舐めてた、舐めてた。もうちょい、あの、あれやわ、単純そうに見えて意外と複雑やわ。やっぱりうまいんやろ。めちゃくちゃ声もいいしな。うん、ちょっと今ので2000か。すげえ。宇治兄すげえ。すげえな。宇治兄すごいな。宇治兄やべえよ。しかも5万とかもバンバンもらってるから、もう2440円やとかももう全くないわ。ね、2000ではもう。もう。もうちゃうかも。じゃあ俺は、はい、趣味は、うん、全裸ボブスレーと、うん、どうしようかな。どうしようかな。ガチどうしようかな。まああれですよ、これ。こんなどうしようかな、危険の。趣味は全裸ボブスレーですにするわ。うわぁ、なるほど。あ、じゃあ俺、いけるかも。俺もこれはちょっと自信やんね。うん、あ、いいっていうツッコミ。うん。服を着たるで言ってるやん。はい。うん。服来ねえよ、お前らみたいなやつに、みたいな。なるほどな。そうそう。いや、お前服着てねえだろ。あ、わかるわ。みたいな。なるほど。服着ろよ。服。うん。なんかな。ああ。おお。どれやどれや。そこまで来れんのか。さすがに。いや、これ来れたらマジやばい。すごいぜ。すごい。いや、もう熟練者やろ。熟練者やろ。名前言うて、文字読むから。一回服着たる通るから。通る通る。ワンチャンな。うん、全然ある。お前服着たるで服着てねえのかよ。
かっこいい。それ来たらかっこいい。俺もシンプルに、気持ち悪いな、うん、あーシンプルに顔がな。え、じゃあもう俺は一か八か。いやどこかによるよな。なんかすごいキレてる人おるけど。どうしたの？出てけよ。最悪ここにおった。おい後ろの笑い声してんじゃねえ。うわー、何やろな。じゃあワンチャンそれにかける。出てけよ。いや、出てけよ。俺も出てけよ。出てけよ。出てけよ。狙うわ。宇治に、宇治に、お前が服着てねえのかよ、うん、ああもうね、いいよね、はいはい。で、普通のコメントにも突っ込んだりするんよ。あ、そうなんだ。からその2000以下を省いてるみたいな。全く同じのやってや。でもこの人やってる人おったで。絶対おるよな。めっちゃ似て、結構似てて、で、宇治原自身が行くっていう。名前変えて、その突っ込まれて、うん、それに指摘するっていう。面白くねえな。チャイチャイ。あ、もう書いてねえよ。はい。趣味は全裸ボブスレーです。これでいきます。うん、前で。よし。いきました。うん、じゃあ、はい、行け。うわ、多いぞ、多いぞ。今日はゴタップで来てしまったから、スパチャしてやるように出てけよ。おー、出た。出てけよ。出た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 。2440円。ね、ノーコメント。やめろ。あー、緩急ね。うん。いい加減しろ、お前。あれ、なんですかそれは。やめて。え、どこ行くん。ちょっともう2000円か。待って。うっち、帰ってきて。うちに。なんで。うちに。あ、来てくれ。あ、よかった、よかった。休憩してください。よかった。怖い。怖い。何この時間、怖い。次や。怖い、頼む。趣味は全裸ボブスレーです。一回しかできねえだろ。うわそっちかマジかー。なるほどー、マジかー。ちゃんと想像してんねや、全裸ボブスレーを。そういうことやな。なあ、当てれねえ。当てれねえなそれか。エース行ってくれ。笑かしてくれ、もう。笑かしたいな。全然笑ってないな。全然笑ってない。もう、多分もう鍛えられてんねやろな。決めてんねやろな、笑えへんというか。はいはいはい、はい。うるせえな。出てけ。無事ね。当分使ってもらって。いいな。無事願っていいな。もうサムネおもろいもん。すべてに切れる。第172回一発目当てられへんかったら二発目も無理やろうな。まあ、そうやな。出て行きますって。出て行けよ。案件依頼とかするとかな。はいはいはい、はい、この前コラボ依頼、その金額提示された50万円がきついので、うん、30万に変更させてもらえないですか。的な。一回やったみたいな。そう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 。に対してか。すぐ出んのかなそれ。一回考えてまいそうじゃない、そんなん来たら。せやな。これもでも嘘とかの感じできそうやねんけどな。わかるわかる、うん、オッケー、いきます。俺は、うん、さっきから変な嘘やめろ。はは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 。覚えてくれてたらね、うん、承知ぞ。そうなん、そんなやりとりしてねえわバカ。あー、俺これでいくわ。もういいなそれ、うん、じゃあ俺は、身に覚えがねえよ。あったとしてもそんな話ここですんな。あー、これでいきます。めっちゃええや。俺は、うん、お前誰だよ。捨てたなお前。削って削って。知らねえよそんなことみたいな。なるほど。チャイチャイ。この前コラボ依頼送ったものですが、はい、宇治原さんが金額指定した50万円が厳しいので30万円に値下げ可能でしょうか。はいはい、はい、それでさっきの指定したやつね。さあ、あ、行きましょう。結構まあ待つかもなこれ、うん、待ちそうっすね、うん。気づくやん。
もうすぐです。1、2、3、4、5、6、緊張してくるなぁ。ドキドキするなぁ。ウジーン。そらハマるよ。あ、でもおんねん。誰だよ、当たった。え、誰だよって言ってた。誰だよ。よっしゃー、イエーイ。出てけも欲しいし、出てけも欲しいなー。楽しい。リゴ、お前じゃあもう出ていきますって言って2000円払えよ。絶対嫌や、絶対嫌や。俺ので勘弁してや。お前のいらん。うわー、楽しい。これ無事に素晴らしい。さすがです。さすがです、藤原さん。藤原さん素晴らしい。すげえ無事に。完璧やな。すごいわ。すごいな。微力ながら、うん、いっぱい食ってください。めちゃくちゃ稼いでた。大丈夫。はい、ということでね、はい、この動画が面白いなとか良かったなと思ったら、ぜひぜひチャンネル登録の方とコメント高評価、はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。もしよかったらね、宇治さんに、ね、この混乱してたよーっていう、この YouTuber 混乱してたよーってあのね、ぜひね DM とかに送ってもらえたらすごい嬉しいです。お願いします。あ、もし宇治さん見てたらほんまにあのコラボで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今は3枚が限界。え、じゃあ今日3枚以上食ってないってこと？食ってない。うん、うん、3人の精神が一番ヤバかったよ。はい、もうお前もう仲良せ言われてるやんけ。それもやべ。こいつすぐロック口に出すやろ。言われるわ。だ、あれやわ、お題やわ。あ、なるほど。そう、みんなお題をくれるんよな。待ってくださいね。